高品質しかも安い武士蔵、次の技、どんな技ですかね。次は、次はさっきと一緒で自分が攻めて相手がこう崩れる、で崩れるのを自分が我慢して相手が構え直したところに出てしまう感じですね。それは少しこう本当の実践の技ですね。相手が一回崩れるっていうところですよね、はい、で戻ったところですか、はい、狙うところは、はい、やっぱり試合の中でよくある場面って感じですか、はい、そうです。どんなところがポイントでしょう。入り方、攻め方は基本的なのは一緒ですかね。攻め方はその時その時違うくて、別に決まったわけじゃなくて、別にパッて払ってもいいし、押さえてもいいし、巻いてもいいし、下から攻めても上から攻めてもっていうのは、それは試合の場面場面で変えてるんですけど、まあ、基本は今攻めて相手が崩れて、攻めて相手が崩れて、ここで我慢して、はい、戻った瞬間に染まった。やっぱりパッと崩れたところを狙うよりも戻ったところっていうのは結構ポイントですかね。相手が崩れて、あ、打たないんだっていう思わせといて、ふっとこう気が切れたところに。それはでも発見した技ですかね。じゃあ、そうですね、やっぱりこう崩れたところっていうのもやっぱ意外に気は張ってるっていうことですかね、相手も。そうですね、崩れたとしても強い選手とかは崩れたとしても返せる状態に多分いるので、でやっぱそこを逆に我慢して、あ、打ってこないんだって構えを直した瞬間のところです。そこの振りしない、技的にはどうなんでしょうね。お、割と、まあ、それも実践の技なので、はい、うわー